準備完了。準備完了。こんなに仕入れるなら車にすればよかった。もう一つの仕事は振り出しに戻ってしまったし、収入もかなり減るだろう。ビデオ屋の方も本腰を入れないと。それもそうか。でもなんでスローな映画ばっかりなの？スリリングな方が良くない？お兄ちゃん。リン、僕は万人受けするビデオを選んでるんだ。万人受け？ほとんどアートとドキュメンタリー映画ばっかりなのに。それはこういう映画を求める人が多いんだよ。新エリートでの生活は大変だからね。みんなそんなヤワじゃないって。あ、前回はお兄ちゃんが選んだんだし、次は私だよね。あれは二人で選んだんだ。あれはお兄ちゃんに乗せられたの。次は私がビデオを選ぶ。すみません、フォロー調査協会ですが。間に合ってるよお兄ちゃん。いいよね。けど今月は僕がじゃなくて、お客さんがドキュメンタリーを見たいって言ってたし、元のプランでいいんじゃないかな。聞こえたよ。そうやってお店のお金を自分の趣味に。さて、何のことやら。ん？もう一つの仕事の依頼人だ。さて、仕入れには変更なし。次回はいや、先にこっちの仕事だ。リン。お兄ちゃん、少しプランを変更しない？いつの間に。依頼人の方はお兄ちゃんに任せるよ。私は代わりにビデオを仕入れてくるね。まさか一人で行くのか。おい、しっかり
万人受けを選ぶから店番よろしくね。わたわた。目標の強制フォローに到達しました。本エリア内に複数の生体信号を検出。その中に救助目標がいるかもしれません。一番近い場所から探そう。
白だ。たっ、えい、つけ、ここにいるのは一般市民だけ。フェアリー、次の場所は？新しい座標データを同期中。よかった。ここから近い。ここにもリンはいなかった。探し続けよう。次の座標を同期します。注意、生体信号が移動中。なんだって？被災者はリンを見つけたら被災者たちも連れ出そう。Thank you.
障害を相当いたします。治安官だったなんて、リンは一体どこに。当該エリアにはこれ以上接触したことのない生体信号はありません。そのためリンは別のエリアに閉じ込められていると推測されます。提案、出口を見つけ先に被災者たちを連れ出すのはいかがでしょう。救助待ちの被災者たちを招集中。しばらくお待ちください。前方のエリアではまだ列車が運行している。みんな、ぶつからないようしっかりついてくるんだ。ぶつかってしまう。早くそこから離れて。危ない。ぶつかってしまう。体勢を整えてから行こう。ぶつかってしまう。早くそこから離れて。ぶつかってしまう。早くそこから離れて。みんな大丈夫。体勢を整えてから行こう。運賃が3000ギアコイン。誰かのいたずらなのか。列車の運行エリアにギアコインが落ちています。
生体信号からすると救助目標であるリンがこの場所に閉じ込められている可能性は極めて高いです。余分な探索エリアを排除し、これまでのデータに基づいて目標地点までの最短ルートを算出しました。注意、ルート上に軍用車両規格の識別信号を検出、慎重に応対してください。リン、待っててくれ。警告、火器完成で。無差別に爆破してるのか。し、ロックオンされた場所を避けないと。伏せるんだ。慎重に回避しないとダメだ。警告、新たな車両クラスの識別信号を検知。前の軌道を利用しよう。危ない。伏せるんだ。慎重に回避しないとダメだ。ギミックを利用して軌道を反転させれば。これで通れるようになった。しつこいな。リンは返してもらうぞ。ドアの情報を解析し、残念ながら。かしこまりました。くらいなさい。畳みかけます。お急ぎ。
逃げようとって無駄よ。畳みかけます。さあ狩りの時間です。光栄に思いなさい。汚れを排除します。わあ、チョップ大将おかわり。おや食べ過ぎじゃないか。いいじゃん、ずっとフォローにいたんだから。具合はどうだい？うん、バッチリ。あ、仕入れたビデオはフォローに落としちゃったけど。お客さんがっかりするだろうな、新しいビデオがなくて。がっかりはお客さんじゃなくてお兄ちゃんの方でしょ。まったく。それならまた明日仕入れに行こう。次はリンが決めていいから。あ、本当に？あ、じゃあいいこと教えてあげる。お兄ちゃん、ドキュメンタリーが見たいんでしょ。どう？よく撮れてるでしょ。これ今回の資格記録じゃないか。ダメ、実はベースドキュメンタリー風ブレブレのカメラは、フェリーがいい感じにね、涙ありスリルありの超大作。そうだ、これ店に並べようよ。そしたら却下。ダメだ。さては照れてる。あのね